届きました。キニエセセリカシワヒップで、あ、はい、ありがとうございます。というわけで今日はね、大阪メトロ御堂筋線の動物園駅前、8番出口ですね、行きました。で、今日はね、ちょっとね、おすすめしたい、お店があります。こちらですね、なんか焼き鳥のね、専門焼き鳥というか、もう逆なんですけど、鶏焼肉の専門店があるということで、で本当にあの立ち飲みみたいな感じで前から気になっていたところをちょっと行ってみようかなと思います。ちょっとね、メニューもかなりね安いんですよね。並盛り280円、鶏焼肉ね、もう鶏専門のお店で、もう一人焼肉でね、ハイボールとかチューハイとかお酒飲みながらで飯ね、ライスありますね。ちょっとお邪魔します。すいません、お願いします。 こっちでもいいですか。いいよ。はい、この値段書いてるやつもあるんですけど、書いてないんですよ。ダニ中大事であって、まあ、ね、値段が一律って言います。ハイボール、ハイボール、はい、お願いします。盛り合わせとりあえず一つ、あ、大丈夫です、お願いします。あと飯代でお願いします。はい、ハイボール来ました。キニエセセリカシワヒップで、あ、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
味付けです。お会計だよ。鳥さんというね、鶏肉の鶏焼肉のお店でした。なんかすごいね、なんかヘルシーな感じで、いただけると。あとタレがね、あの味噌タレですごいなんか酒と合うというか、なんかね優しい味噌タレですね。ぜひ皆さんも行ってみてください。非常に美味しかったです。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。